まだしてくれるの？はい。何個してくれるの？え、あの、時間が許す限りできますよ、僕は。じゃあもう思い切って言っちゃうけど、一本。一本ですね。なんかある。一番、あ、俺がね、俺は本当にね、幽霊より夢があるというか SF が好きなのよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、ね。どの引き出しでも入ってるの。はい。じゃあこちらの SF。SF っぽい話で、うん、あの、少し不思議なものだ。あの、藤子不二雄の言い方ですね。そうですね。サイエンスフィクションじゃないと。少し不思議。お願いします。これ今年の1月に聞かせてもらった話でしたよね。最新だね。はい、僕、地元が横浜市の、まあ、某、仮にエスクとしましょうかね。そこに二十何年か住んでいて、今は違う区に住んでるんですが、まあ、まだ地元に友達が何人か住んでる。で、一人、女友達がいましてね。で、その女の子から、妹いるんですよ。まあ3姉妹で、その僕の友達は次女なんですけども、まあ、長女次女三女、この三女が最近怪談にはまったと。で、井山のチャンネルをよく見てるって言うんですね。で、会ってやってくれないかって言うんですよ。あ、全然行くよって言って、まあ、同じように地元の友達何人か集めてその女の子の家に行ったんですよ。まあ合計7人ぐらいいたんですかね。で、その紹介された妹里野と言いましてね、まだ二十歳とかだった。里野ちゃん？里野ちゃんです。名前出していい？出していいです。あの、許可得てます。うん、で、里野ちゃんで、あ、山さんって言って、本当に聞いてほしい話あって、で、何？いろいろ話してくれたんですけど、なんか一番僕印象的だったのが、里野って小学校4年まで友達と遊ぶなって言われてたんですよ。うん、お母さんから。うん、お父さんはいないというか、そういう、まあ、ちょっと複雑な家庭なんですけども、で、なんでって言ったら、よくいじめられていて、なんか、本当か、小学校上がる前に、なんか誰かのものを投げられて、頭にバーンと当たって、流血しちゃって、それでお母さんが過保護になったと。で、もうそれで、あなたは絶対放課後は飛ばして遊んじゃダメ、みたいな。いじめられちゃうからって、小学校4年生まで、まあ、体がしっかり出来上がるまで遊んじゃダメって言われて、ずっと守っていた。もう何回も言われてるんで。でも、やっぱ小学校1年2年3年とかになってくると、さすがに遊びたいんですよ、うん、だって仲いい友達はいますからね、うん、学校内だと遊べる、親の目が届かないですから。でも学校外に行っちゃうともう無理なんですね、うん、じゃどうしたかというと、もう苦肉の策というか、この里野は、まあ、同じクラスの、まあ、仮に A 子ちゃんとしましょうかね。 A 子ちゃんってこの非常に仲が良くて、家も近かったで、放課後も遊びたい。なので、学校終わって、家に帰るまでの間遊んでたんですって。帰り道に遊ぶって、うん。もうこれはもう、ルールの穴をついたみたいな感じ、うんうん。家に帰っちゃうともう無理だけど、だからちょっと長めの帰り道みたいな感じで。うん、で、近くに林があるんですよ、うん。ちょっと傾斜地になってるような林なんですが。うん、そこの林でよくその、里野は、A子ちゃんと追いかけっことかしていた。うん、ある日なんですね。うん、わーっと追いかけっこしてると、あれと、この先の方かなり傾斜になってますが、急なぽっかり穴が開いてるんですよ。で、A子ちゃん、なんだろうこの穴って、止まる。なんかぽっかり穴が、で見るとなんかボロボロに朽ちかけた木製の階段が下に続いてるんですよ、うん、降りようよって A子ちゃん言った。あ、降りよっかって言って、でもこの階段降りると崩れるかもしれないんで、この階段の横を滑り落ちるようにずざーっと降りていった、うん、すると中結構な空間があるんですね、まあ、本当6畳1部屋ぐらいのなんか空間があるんですけど、あれと思って、中央にお菓子でできた家があったって言うんですよ、うん、で不思議なことに、うん、明かりはないんです。だって穴の中ですから、うん、なのにそのお菓子の家はえぼんやり輝いて見えるで、ちょっと小ぶりな、うん、大人一人が入ったらぎゅうぎゅう詰めになっちゃうようなお菓子の家がある。うん、お菓子の家だってなって、A子ちゃんが、食べようよって言ったんですよ。うん、えって言ったら A子ちゃんバーって言って、うん、むしゃむしゃ食べ始める、うん。で、里野も食べなって言われて、里野どうしようかなと思ったんですけど、食べたって言うんですよ。うん、壁を構成してるクッキー、うん、1枚ペリって剥がした。まるでアメリカのお菓子かのようなカラフルな色だった。それを半分パクって食べたら、
もうすごく美味しかったんですって、濃厚な味がジュワーって広がって、ただ食べた瞬間にふと思うんですよ、里子って遊んじゃいけないって言われてたから、絵本を昔たくさん読んでいた、当然ヘンゼルとグレーテルも読んでいた、 お菓子と家って良くないものなんじゃないか、まあ、その時言葉出てこないで罠なんじゃないかっていうふうに思ったんです。これ食べちゃいけなかったんじゃないかと思ってるけど、こちゃまひたすらずっとむしゃむしゃむしゃ食べてる、食べる、戻ろうよって言っても食べてる、どうしようかなと思って、里の元来た今通ってきた穴の方を振り返ってみたら、目の前を白いもやがふーっとおったんですよ。で、と思ったらふーってもやが晴れて自分家の前にいたって言うんですね。あれ今の何夢って思った時にパッて手見たらまだクッキー持ってます。で夢じゃないんです。気持ち悪いと思ってこのクッキーをとっさにパンって投げたんです。で投げてダーッと転がった後に、でも あのクッキーがあれば証拠になる、みんなに信じてもらえると思ってバーッて探したらもうクッキーどこにもなかったんです、次に考えたのが A 子ちゃんのアンプなんですよね。だって自分変なところに飛ばされたって A 子ちゃん無事かなと思ったら、外のあって思って A 子ちゃんの顔と名前が思い出せないって言うんです。同じクラスでよく遊んでいて服装まで覚えてると、で家も近所、そこまで覚えてるのにどうしても A 子ちゃんの顔と名前が思い出せない、どうしようって。でも家目の前ですけど入ったらもう出れないですから、ね、遊ぶなって思って、そのまま帰らずに同じく近所に住んでる友達の家に行ったんですよ。でインターホンして友達出てきて、ごめん本当に変な質問って分かってるけど、私がいつも一緒に帰ってる友達誰だっけって言ったら、え里野がいつも一人で帰ってるよって言ったら、えでしょうがないから一旦家に帰るんですよ。翌日学校に行った、どこにもいないんですよ。でどこに座っていたかも思い出せないし、席も何さ余ってないと。でもう一人クラスメイトいたよねって言ってもみんなに分からない、知らないって言って、あの日以来私は親友を一人失ったけどそれが誰だか分からないって言われたんですよ、里野から。で僕これ聞いた時になんか異世界物の話も結構聞いて、なんか A 子ちゃんが食べたことによって飛ばされたんじゃないかなと思って、どっか世界かね。でもここで疑問に持ったのが、でも里野も食べてるよなと思ったんですよ。だって半分で里野も食べてるよね。あとこの話親に言ったのって言ったら、あやっぱ当時は言えなかったけどもう今大人なんで実はこういうことあったんだよねって親に言ったら、親が私あんたに小4まで遊ぶなって言った覚えがないって言われたんです。あれ違う世界に来たの、里野も一緒なんじゃないかって僕が思った話でした。めちゃくちゃいい話だけど、ところどころあなたがって笑うから怖くなくなる。ふうふうって笑ってました。もう楽しくなっちゃった。いやでもいい話だねこれ。まあ言うなればおかしな話だ。はあ、いい話ですね。欲しかったな。マジそんなのいいのよ。いやでもマジなんかどっかでぼんやり聞いたことあるような誰もが経験したことあるんじゃないかって話の気がする。なんで俺がこんなこと言うかというと、誰だったか覚えてないんだけど、俺は本当に若い後輩たちと飯食うのが好きで、10年ぐらい前もその時後輩10人ぐらい来てたのかな、その中の若手の一人が似たような経験してる、その小学校の時の友達でめちゃくちゃ仲いいやつがいたんだけど、帰りなんかで喧嘩したのか何かがあって帰って、そしたら次の日からそいつ学校来ないんだけど、もう喧嘩してるからそいつの話題も出せないんだって、で友達にあいつ最近全然来ないねって言ったんだけど、友達誰に聞いても誰のこと言ってるのって言われるんだ。だからとか言ってたけど、あれと思ったの。こういう話って結構意外と身近にあるのかもしれませんね。はい。でも、いや、だから俺聞いててすっごいなんか懐かしい感じしたもん。あ、こういう経験ってあいつ以外にもいるんだ。
そうなんです。あの意外とだからその異世界的な話になっちゃうとちょっと飛びすぎかなって僕は思ったんですけど。いや俺はでもそれは好き、すごい好き。最近そういう話すごくやたら聞くので本当にあるんじゃないかと思って。俺ね、夢をすごい見るの。俺めちゃくちゃ眠りやすいね。例えば誰かがいて寝返り打っただけで目覚めるぐらい。はいはい。もうとにかくだから眠りやすいってことは夢をすごい見るってことでしょ。はい。毎日夢見てんだよ。その時にたまに家出てくるんだけど、毎回同じ家出てくるんだよ。家が、はい、うん、その家の間取りも何もかも毎回同じ設定なのよ、はい、で俺こっちの話現実で俺その家住んでたことはもう50になったからさ、はい、若い頃住んでたんだっけなってたまに思う時あるんだけど住んでないのよ。だけどひょっとしたら俺もう一個の世界の方でそこに住んでたのかなってたまに思う時あるんだよね。まさに胡蝶の夢みたいな感じでやるね今日夢の話もしようと思ったんですけど尺的に、いや、いいんですかいいんですか、もう俺行くからしといてよいや待って聞いて平行世界聞いてくださいよ。じゃあ聞かせてよ夢の話。いいですか、うん、吉本無限大ドームっていう劇場があるんですよ。知ってるよ。無限大ホールは有名なんですけど、うん、そこが地下にある、その建物の上 の方にあるんですよ、うん、で、あのまだ僕がちゃんと漫才とかしていた頃なんですけどね、ずっとしろちゃんと漫才しろ、うん、まあ、大体若手芸人で1分とかしかネタ時間くれないじゃないですか。で当時、そこの舞台監督が関根君っていう子だったんですけど、もともと後輩芸人で今は舞台監督になりましたっていう関根君で、まあ、僕喫煙所でよくタバコを吸いながら階段を喋っていたんですけども、うん、まあ、ある時、まあ、まあ、舞台終わってもういつ帰ってもいい時に、まあ、1本ぐらいタバコ吸おうと思ってプカーって吹かしてると、その関根くんやってきて、井山さんいつもここで階段喋ってますよねって言ってきて、あ、はい、言ったら僕の話聞いてくれませんかって言うんですよ、うん、ああいう何かあったのって言ったら、僕この前怖い夢見たんですって言うんですけど、うん、ちょっと困って、うん、というのもやっぱり夢は夢だからなんですよ。どんなに怖かろうがなんか霊体験とか階段にはまあ分類されないって思ってたんで、でそう言ったら最後まで聞いてくださいって言うんですよ、うん、何って言ったら、もうほんと数年前の夏のことなんですけども、ちょっといろんな仕事が立て込んで終電で帰れなかったと、どうしようと思ってタクシー乗って家に帰るか寝カフェに泊まるかですけど、まあ、タクシーの方がお金かかるんですよね、うん、でも夏だったんで汗かいてる、シャワー浴びたかった、なのでその日はちょっとお金払って、まあ、奮発してタクシー乗って家に帰ってきたんですよ。アパート暮らしでしてね、まあ、玄関ドアガチャって開けると、その日熱帯夜だったんで中から熱気がもわーってくるんですよ。仕事ありしんどいじゃないですか、まあ、やだなと思いながら玄関ドアバタンって閉めて鍵かけたと、でクーラーピッてつけるんです。でソファーがありましてね、ソファーに座った瞬間動けなくなったっていう、これ金縛りとかじゃないんですよ。疲れなんです。シャワー浴びないとと思ってる。でもめんどくさい。一回座ったらもうしばらく動きたくないんです。歯磨きしないとでもめんどくさい動きたくない。パジャマに着替えないとでもめんどくさい動きたくないって感じで、全くソファーに座ってから動けなくなった。するとだんだんとクーラー効いてくるんですよ。心地よくなってくる。眠くもなってきて。ますます動けないんです。ああ、シャワーしないと歯磨きパジャマ、ああ、もういいや。めんどくさい、もうこのまま寝ちゃおうって感じで寝ちゃったと。すると妙な夢見たっていうんですよ。自分が真っ赤な世界にいる夢なんですよ。なおかつ住宅地なんですね。そこ自分が歩いてる。他にも人は何人もいた。でも自分以外誰も真っ赤な世界について何も疑問に思ってない。何この世界と思いながら当てもなくふらふら歩いてると公園があった。で公園で子供たちが遊んでる。でこの子供たちもやっぱり真っ赤な世界については何も疑問に思ってない。その子たちを何気なくじーっと見てると、遊んでる子の一人がちらってこう関根君を見てきた。するとその子供、遊ぼう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 って走って向かってきたんです。それ見てぎょっとしたってですね。だってその子供真っ赤な成果でも分かるくらい血だらけだったんですよ。そんな子供が自分に向かって遊ぼう遊ぼう遊ぼうって向かってくる。体がすくんで動けない。で遊ぼう遊ぼうってきて自分の体をギュッて抱きしめてきて、捕まえたって言った瞬間目が覚めたんです。
でも不思議な感覚で意識連続してるんですね。夢から覚めたって感じじゃない。さっきまで自分が真っ赤な世界の公園にいたって感覚がまだ残ってる。まるで夢の世界から無理やり現実に引き戻された、そういう感覚だった。え、何今のと思ってると途端にお湯って体動かないんです。ソファーに座って目を開けてるこの状態で金縛りにあった。何と思ってるとなぜか鍵をかけたぞ、玄関ドアがガチャッと開こうとする。え、と思ってると足音がトッとッとッと迫ってきて、直感で分かった、これさっきの子供だって。部屋にやってきたどうしようと思って、でも自分は動けないから必死に関根くん頭の中で伝わるか分かんないけど、ごめん俺は君と遊べない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 から遊べない遊べない遊べないよって必死に言ってると、ピタッと足音止まって、で今度は遠ざかっていって、また玄関ドア開いてパタンって閉まった瞬間、金縛りが解けたと。そういう体験したんです。夢で見た子供が部屋にやってきたんです。それが怖くてって言われた時に僕もっと怖くて、というのも僕今歌舞伎町にある階段バーで働いてるんですね。1時間に1回階段が聞けるバーが、そこで階段師として働いてるんですけども、関根くんからその話を聞く3日前にそこのお店に来たお客さんに、私この前変な夢見たんですよ、どんな夢ですかって言うと、この女性実家暮らしなんですよ、うん、自分の部屋がある、ベッドがある、いつもそのベッドで仰向けで寝ると、ある日寝たら妙な夢を見たら自分が真っ赤な世界にいたって言うんですね。なおかつ病院の中だったと。その病院たくさん患者さんがいた、でも自分以外誰も真っ赤な世界について何も疑問に思ってない、何この病院と思ってると、病院の廊下の奥から子供が飛び出してきた。で自分に向かって遊ぼう遊ぼう遊ぼうって向かってくる。その子供が血だらけだったんですと。で遊ぼう遊ぼう遊ぼうって向かってきて、自分の手をギューって握って捕まえたって言った瞬間目が覚めたって言うんですよ。でも不思議な感覚で、この女性もやっぱり意識が連続してる。さっきまで自分が病院だって感覚が戻ってる。一番不思議だったのが、自分はいつも仰向けで寝るのに起きたらうつ伏せになっていて、さっきまで誰かと手を握ってたっていう体勢で起きたんですよ。え、何と思ってると体が動かない、金縛りやった。すると部屋のドアギーッと開いて小さな足音が迫ってくる。あ、これさっきの子供だと思って、この女性もやっぱりお姉ちゃんは君とは遊べないよ遊べないからって頭の中で言ってると、足音が遠ざかっていって金縛りが解けたんですって話を聞いたばっかりだったんですよ。明らかに同じ夢、同じ子供なんですよ。でも関根君とこの女性に面識はないんですよ。でいくら聞いてどう考えても共通点らしい共通点がないんですよ。いつどういう条件でこの夢見るかわからない、いつ見るかわからないってことは、もしかしたら今日にでも自分が見るかもしれない、そういう話を聞かせてもらいました。2つほど言いたいことあるんだけど、落語できそう喋りの技術遊ぼう遊ぼう言いました。喋りの技術がすごい、自然と上下も切ってる上下も分けてやるなとか、もう緩急っていうの、落語終わりすぎないでしょ。落語やったらめちゃくちゃ喋りうまいじゃん。じゃあ階段入る前ちょっと上着脱ぎますとか、いや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 、枕喋ってくれる。いや本当に喋りの技術すごいなと思ったのが1個で、もう1個がその夢俺も見た。本当ですか。いや、よく夢を見るとおっしゃってたから僕もしかしと思ったんですけど、真っ赤なやつですか。ショープランドピンク。おい色合いちょっと違うじゃないですか。ピンクはピンクです。ショープランドピンク。いやすごいね、喋るめちゃくちゃうまいじゃん。あそこあそこ和の強さがビクッてさせる、まあ我々からするとずるい技。冷静に技術見るのやめてください。素晴らしかった。ありがとうございます。山田亮吉さん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。